マラボチャンネルのアロジーママスタークマです今回紹介するルアーこれ台ワのシャドーマックです発売はねこれ80年代前半になりますでね、えー、前回紹介したバルサマックとそ,そしてですねもう一個ねこれ80年代前半ですねこれもに、えー、出たウッドマックってルアーがあるんですよこれちょっとすいません私所持してないんで、えー 手に入れ次第紹介させていただきたいとは思ってますけども、それでね、えー、このシャドーマックと並べてね、マック3兄弟みたいなね、えー、マクドナルドは私の好きなところで釣りの後よく行くんですあ、すみません、これは関係のない話でしたね、えー、みたいに言われてました。で、えー、これね、ボディデザインが、あこう今、横になりますね、この線っていうか、溝みたいな出っ張りかな。 が入ってておそらくサメのエラとかそこら辺をモチーフにしてつかっ作ったと思われるんですけどこれちょっと詳細不明なんですねでまあ,あちょっとね、えー、薄型ですし、まあ、フラットサイドクランクみたいな側面もあるような動きもしますでこれもね、えー、非常にありがたいことにフォロワーさんの方からねぜひクマさんにってことで頂い,いたルアーの一つになります えー、ツイッターやっててね、一番良かったなって思うのは、こういうね、珍しいルアーを、えー、ね、私ごときにね、譲っていただけるフォロワーさんにはね、えー、何人もいらっしゃるんですよ。非常に感謝して、えー、この場を借りてお礼を申し上げたいとは思います。で、えー、これですけども、ね、えー、リップ、ちょっと <laughs>、暑いですね。で、えー、動きの方は、まあ、動きます。 これ動きますって言い方変ですけど、昔の台湾のルワーとしては動きます。ですがね、やっぱこう、塗装ですね、目の位置がちょっと正面から見るとね、ね、えー、ケロリンパーみたいな感じにね、今正面回ってるから分かりますけど、位置が若干違う。この辺がね、オードルワーの愛嬌っていうか、私は好きなとこです。いかにも手作り感が出てていいなとは思うんですよね。で、これね、意外と、 保存状態良くて、えー、フックも新品に変えてあるだと思うんですよね、これ、おそらく。んですんで、えー、最近こう発掘されたのかなと思うし、この、リップのところに書いてある謎の12っていう数字があるんですけど、これもちょっとよくわかんないんで、まあ、いずれ消そうかと思ってます。んね、こういうね、えー、当時ね、80年前半ぐらいからダイワさんがね、オリジナリティにあふれたルアーとかもちょこちょこ出し始めた時期なんです。 んで、このぐらいから日本のバス釣りのブームが徐々に徐々に動き始めて、で、花が咲いたのが90年代って形です。んで、今撮影しているのが2021年になりますけども、去年からね、もう皆さんもご存知の通りコロナっていう、ね、あの、 ウイルスの、ねえー、せいで外出ができない、密ができないってことでね、えー、バス釣り、フィッシング、釣りですね、がもてはやされてね、今もね、軽いブームみたいになってます、釣り、アウトドアも含めてですけど、んで、えー、釣り屋さんとかで私、行ったりして、店員さんとかにね、お話聞いたら、あ,ありがたいことに、お客さんに大変来ていただいてますって形で言われてますが、 釣り場にね行くと、やはりパッケージ等のねゴミですねがどうしてもやっぱ目につ,くつきますね。でやはりね、えー、これはね釣り人全体の問題だと思うんです、えー、よくねツイッターのあれ記事とかで、えー、ブームが来たから初心者が来たからゴミが増える、もちろんそれもあると思います、そういうごミも私多々見かけますけど、それでもね、 釣り人っていう一括りでどうしても私たちは見られます見られるがゆえにそれはねもともと釣りをやってる方はより一層気をつけてでゴミがあればね拾って帰るそれをねあのー、誇らしげに言うんではなくてえ息をするようにゴミを拾ってえ黙って帰るっていうのもかっこいい釣り人の一つの姿なんじゃないでしょうか。で えー、私もこういう動画をやらせていただいてますし、ツイッターで、えー、いろいろ記事も書かせてもらってますが、えー、ツイッターの方ではね、そんな書かないんですけど、あこういう動画ではね、ぜひね、えー、日本人の人ってね、海外からどう見られてるかっていうと、あのサッカーのサポーターの皆さんとかがよく褒められてますね、ゴミを片付けて帰ると、そういう形でね、釣り人もね、来たときより釣り場をきれいにっていう気持ちでね、 ゴミを拾って帰っていただければね、ねこのバスブーム、ー釣りブームも、ね、少しでも長く続くんじゃないでしょうか、続くのが嫌って人ももちろんいるとは思いますけどね、えー、ゴミのせい、マナーのせいで釣り場が、ね、これ以上なくなるのは皆さんにとっても不利益なことだと思いますしね、そこらへんは、ねえー、こういう SNS やあメディアに出てある方が少しでも発信して、 ちょっとでもね、状況が変わればいいかなと思います。今回はね、ちょっとね、ルバー、これちょっと、実は情報が少なかったんで、えー、ちょっとね、私が最近思っていることなども含めて話させていただきました。ね、これに関してはね、ご意見いろいろあるかとは思いますけど、私はこういうふうに考えています。では、今回はここまでにします。えー、次回何を紹介するかは次回の動画でお楽しみください。では、今回はここまで。